土日はずっと開けとくから必要になったらすぐ連絡してね。たとえ那須高原でも駆けつけるから。私はアキくんが正しいことをしたと思ってる。でも許せない。まだ消化しきれない。加藤は泣いてはいなかったけれど、だからこそその初めての感情がありえないくらい痛かった。土日はずっと開けとくから必要になったらすぐ連絡してね。たとえ那須高原